どうもマックス杉でございます。私は本日牛の前にいます。はい、入ってるのは冗談で、なんとね、岐阜に来ております、岐阜の関市というところに来ております。はい、でなんで私がここにいるのかと、以前僕ね、岐阜のホテルに泊まった時にホテルの1階にコンビニがあって夜買い出しに行ったんですよね。そしたらコーヒー牛乳があってたまたま買って飲んだんですよ。 それがめちゃめちゃうまくて、ツイッターにあげたらそこの作ってる人からなんかリップもらったのか連絡もらったみたいな感じで、っていういろいろがありまして、なんとね、今ね関義勇さんってとこ来てるんですよ。こちらの一瞬だけ触れてもらっていいですか、カメラさん。はい、関義勇さん会社にお邪魔してるんですけれども、なんとありがたいお声掛けをいただきまして、今回ですね、こちら関義勇さんがとあるラーメン屋さんとコラボをして牛乳ラーメンを作ったという感じなんで、そこのラーメン店を3軒回ってプラスラーメン食べた後にこちらの素敵な責任者の商品を飲もうという大声企画でございます。はい、こちらの学校給食にも出されている小学校中学校昔からなんですけれども、なんとですね、数があんま出ないんですよ、出せないんですよ。なんでかというと、牛乳の豆知識、生乳、低温殺菌、高温殺菌、超高温殺菌という殺菌が3種類あるんですけど、大体はここの超高温殺菌130度約3秒となんですけど、なんとね、関さんはね65度30分っていう、ここからするとありえない時間をかけて牛乳を作ってる。だからあんま数が出せないんですよ、こちらの関義勇さんの牛乳。なんで僕は一言言いたい、関市のね小中学校の皆さん、あと OG、OB の方、あなたたちスーパー美味しい思いしますからね。あの、以上です、はいっていう貴重な牛乳を使われたラーメンを食べるんですけれども、こちら関義勇さん、コンビニで買えるラーメンのお土産みたいのも販売してるみたいなんで、まずはそのコンビニのお土産を買ってからそれぞれのラーメン屋さんに行こうという、そういう感じでございますので、よろしくお願いします。本日はここ岐阜県関市にございます関牛乳さんよりスタートです。ちなみにですね、関市のもう一つの情報としましては、俳優の綾野剛さん、あと熊田曜子さん、あとあの歌手のリサさん出身らしいでございます。グレンファイヤーでございます。ただいまローソンさんに来ております。関おぜでんさんに来て今から買います。では今からお土産の牛乳ラーメンを、関ひろみラーメンを買って、で中に入っているチケットで実際に店舗さんに持っていくと、何やらお土産みたいなマスコットみたいなのがもらえるらしいので、はい、今から帰っていきたいと思います。はい、こちらにもう入り口の一番目立つショーケースにいっぱいありますね、関ひろみラーメン、これをゲットしたいと思いますよ。はい、着きました。1軒目、こちらラーメン白信さん、こんな感じでございますね。関ミルクさんと牛乳ラーメン販売されてると、で商品がこちら。じゃあ、流行る1店舗目ですね、白信さんの白エビミルク担々麺からいただきたいと思います。ではいただきます。うわ、すげえ濃厚麺でございます。おースープから、ん？ん？あ、エビがいて、すげえねっとり系な、まずスープの濃度、麺度で、あのエビ担々麺にミルクの、ま、丸みっていうんですかね、が加わった感じっていうか、ただ丸みも結構コクが深いというか濃い、これね、この激うまエビタンタメにびっくりするぐらい急にマッチしますね、これうんめえ、これ混ぜた方がうまいっすな、すげえうまい、これう
ズルズルってよりはズズ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 ズみたいな、そっちがどっちかっていうと。びっくりするのが、担々麺買って牛乳負けるとか、牛乳買って担々麺負けるみたいな感じじゃないです。エビが負けるとか、エビが勝つとか、バランスがいいというか、シーソーで言うとこういう感じですね。ここの状態、牛乳とエビって合うんすな。スープ飲んで麺すすってってよりは一緒に同時進行で進めたくなりますね。だから最後までこれ、ほらすごくね、このラーメンって期間限定のラーメン、今しか食べれない。今日ね、そこそこ店舗さん回るんであれかと思ったけど、これスープ飲んじゃうわ。何だこれ、うん、これベーラボにうまい。マジでこれお米入れても食うよ絶対。カシューナッツの感じがまたいいっすよね。すげえ濃厚、うん、本当にあのエビと担々麺と牛乳が共存できてるのはすげえっす。びっくりするレベルな。お次もお願いします。はい、はい、お待たせしました、特製エビスです。ありがとうございます。お待たせしました。はい、お待たせしました。お、また見た目が全然違う、スープの色が。こちらが特製エビそばですね。はい、スープは、あ、もう濃度が全然違う。ほら、では麺を見てみましょう。おー、結構具沢山な感じですね。では、いただきます。おさんの、すいません、ありがとうございます。あ、全然違う。 全然違う。あ、エビが結構、わ、これ絶対エビ好き食べた方がいいな。結構エビががっつりしてますよ。いますね。これできることなら両方召し上がっていただきたい。こちらの本来というか白信さんの美味しいエビそばと、あの濃厚の関木牛乳さんとのコラボの濃厚の担々麺と、どっちもうまい。お肉も2種類なんですかね。配下的なやつですね。するたびにあの味と一緒にこう鼻にもこうエビがゴラーンってこう来るような感じが、また爽やかに抜けていく感じもいいですね。心地いいというか。でも見た目よりも意外とあっさりしてる。これはい、ここからですね、関ひろみラーメン、これを買うと中についてるカードで景品をゲットできますので、これをあの各店舗さんでやりますから、こんなアクセサリー引き換えカードっていうのはございますので、すいません、こちらお願いします。はい、あのミニチュアがね来ますんで、こちらあれ、ドラえもんいます？オッケーになっちゃいましたね。ありがとうございます。というわけでですね、今からこちらの関さんのフルーツ牛乳をいただきたいと思います。僕のあの本当に三文芝居にお店さん付き合ってくださって本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにこれは、ね、特別サイズなんですよ。これをね、あと2店舗やりますから。
フルーツ牛乳初でございます。じゃあ、あ、この蓋懐かしいって思う方いらっしゃいますか？関出身の皆様、いただきます。うんめ。あの、なんかイメージしたフルーツ牛乳と結構違うな。なんか結構よくあるというか、フルーツ牛乳ってフルーツガンガンに来てて結構甘めもガーンってきてみたいな、なんですけど、これなんかね、ミルクだわ、フルーツミルクだわ。本当になんかあの、なんていうの、シンプルというか、すごい素朴な味というか、うまい。これあと、あのこのね、これ桃とかそっち系ですか、この味、この甘み。あ、ピーチだ。フルーツのあれ正体ピーチだから、あれなんだ、素朴な感じなんだ。うん、そうだ、うん、そっちそっちそっち。なんかあのオレンジとか、なんかこうバナナとか、そっち系じゃないです。あらす、あらす。あ、本物くれるんすか。あらす、あらす。おー、まさかの何倍でしょう。というわけで、次の店に行ってみたいと思います。本当、あらした。あらす、どうした、お世話です。白心さん、最高なんだけど。こちらこそ、お願いします。2軒目にやってまいりました。こちらですね、こちらも同じく岐阜県関市にございます。今度はブーブーキングさんというお店さんなんですけども、動物系のパンチの効いたラーメンが売りのお店さんでございます。ここで今から関牛乳さんとのコラボラーメンですね、いただきたいと思います。はい、というわけで届きましたんでいただきたいと思います。はい、届きました。こちらが関牛乳ラーメンでございますね。どうすかこれ、しかも外の雨のサウンドもいい感じでしょ。まずはスープ、こんな感じですね。来まして、おー、すげえ、チーズ、もやしにお肉で麺と、もうちょっと、おー、すげえ、おー、すごい香りがすごい。じゃあスープだ。うーん、まっ。やべ、これバリうめえ。これはね、あのド定番の味がします。牛乳系のミルキーかつ濃厚なこの味噌と、うまい。ただこのなんかロケーションがすごくいいです。ちょっと画角の都合上こういう感じで入れちゃってるんですけど申し訳ございません。肉、ほぐし豚的な、あ、この肉もうまいな、いい味付けします。これめちゃくちゃうまい、マジで。ブラックペッパーもお好みでどうぞってことだったんで、もう多分青ってことだと思うんで、がっつりいっちゃいます。またごめんなさい、冷えちゃって。これね、分かった、これブラックペッパー入れるとカルボナーラみたいになる。すごいなこれ。お、チーズの呪いがあった。待って、このブラックペッパーはやばいぞ。もう超絶カルボナーラだこれ。味噌カルボナーラって感じ。この味噌カルボいいね。鶏と豚のパンチですね、このスープは。それに牛のミルキーさが、これ本当めちゃくちゃうまい、これめちゃくちゃうまいです、マジで本当に。
というわけで次の持ってきます。はい、続きましては醤油ラーメンをいただきたいと思います。豚ちゃんをちょっとどかして麺を合わせる。いただきます。これ相当うまいっすね。鶏から詰めた中華そば的な要素とプチ二郎系な要素が入ってるというか、味ベースは多分中華そば的な方ですね。91で中華そばだなこれめちゃくちゃよく出てる。これ本当に、あ、これうまいわ。これうめ、豚の分厚さがやばい。うん、うまっ。この豚うまっ、甘っ。ほんとうめえな、醤油これやべえ、このこれだけでうまい。コラボも美味しいし、デフォもめちゃめちゃうまいし、というわけで、ここからは次は何が来るのかなと。はい、こちらですね、アクセサリー引き換えカードを持ってきたと思います。僕の第一声、ですよねでした。いきます、ズドン。しかもちょっと名前変わってる、ビタヨーグル。なんだビタヨーグルって。で、これもいただいちゃいました。イエーイ。ビタヨーグルって何ですかね、イメージがわからなすぎる。まあヨーグルト系なのかと思いきや、ちょっと乳酸菌飲料的な要素もあって。関根さんのビタヨーグルいただきます。神です、これはね。控えめに言って神です。ごめんなさい、僕ね、乳酸菌飲料大好きなんですよ。で、言ったら、まあ、他社さんで申し訳ないですけど、マミーピルクルとかカツゲンとかいろいろ飲んでるんですよ。これやばいね。いや、これ本当にやばいっすね。僕の30年以上の乳酸菌飲料の歴史がちょっと、これ歴史動いたな。スッキリ系っす、いわゆるスッキリ系の乳酸菌なんですけど、コクあるんだけどくどくないっていうか、これ自体も美味しいし、俺これのチューペットとかあったら買う、絶対美味しいと思う。シャーベット系、あとね、これのゼリーとこれのグミがあっても買う。それぐらいマジでうまい。ありがとうございます。ごめんなさい、ラーメンもビタヨーグルもめちゃくちゃうまいです。正直本当にひくレベルでうまい。こういうリアクションになっちゃいますよね。おかわりくださいという感じで、次はなんと最後で悲しいですけれども、3軒目に行ってみよう。はい、やってまいりました。最後ですね、3軒目は、こちらも岐阜県関市にございます昇龍さんという中華料理屋さんに来ております。本日いただくのが新商品のカルボナーラーメン、こちらをいただきたいと思います。先ほどまでと打って変わって、こちら中華料理屋さんという感じなんで、どんなメニューが出てくるのか楽しみでございます。早速どうぞ。はい、というわけでやってまいりました。こちらが新商品カルボナーラーメン、ズバピョンっつって、いただきます。カルボナーラーメンなんで、一応ラーメンなんですけど、これ多分ね、パスタのカルボナーラに近いっす感じは。ほら、こんな感じ。うわ、あ、ちょっと混ぜそばチックなのかな。やべ、一番やっちゃいけない君が埋まるっていう
卵系で一番やっちゃいけない黄身を埋めるっていう、はい、こんな感じでございますね。ではいきたいと思います。もう完全に本当カルボナーラ麺ですね。カルボナーラですね。これは多分 この食べ方が正解なんだと思う。マジす、いただきます。うまい。あ、これはコクありますね。うまい、うまい。うん、あれっすね、ちゃんとラーメンのテイストも残しつつのカルボナーラ味って感じなんで、完全にパスタパスタしないです。これ関根さんの牛乳がすごい生きてるの分かりますね。でも今までで一番なんか牛乳が結構ガツンとくる感じのラーメン。チャーシューもうまい。鶏かな、いや豚だなこれ。今までで一番ミルキーミルキーしてるわ。これいいっすね。なんか本当やる前とかって牛乳のコラボって正直ちょっとどうなんだろうっていうのはすごいあったんですけれど、皆さん本当に美味しい。こんな感じなんですよ。なんと続きましては麺ではございません、梅チャーハン。こちら昇龍さん一押しのメニューとなっております。いただきます。もう来た、梅チャー。梅チャーね、結構量あるな。結構量あるな。ちょっとあ、そうそう、わー香りがいい。春のスープ、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。結構山盛りで作ったから、こんな感じですね。うまっ。しっとり系のチャーハンで、この カリッていう梅もあるんですけど、でもしっとり系の梅も入ってるような感じの味わいですね。なんか二重の味がする梅、2種類か3種類ぐらい使ってるかもしれないです。あ、これ超絶うめえな。酸っぱいって感じじゃないですよ、梅の旨味ですね。あと香りか、これね、やばいな。ちょこっとだけ酸味あるんで、こうだれがちな味を梅がうまくピッて引き締めてくれるんですよ。しっとりふわふわで美味しい。本日のスープ、うん、これ人生で食べたチャーハンの中多分トップ3に入るぐらいうまいですね。うん、これ本当うまいな。見つけちゃったこれ、知っちゃったこの味。正直おかわりしたいなこれ。お腹も正直3軒目そこそこ膨れてきて、あれだなと思ったんですけど、米おっと思ったんですけど、これむしろおかわりしたい。こいつはこいつはうまいぜ。こちらがホワイト天津飯。皆さん、ホワイトソースのオムライスではございません、ホワイト天津飯。
もちろん使ってるのは関牛乳です、ね、おまけで、おまけでいて最後中はご飯白い。そうかそうか。海鮮のエキスやべえ。これ海鮮エキスだ絶対。あのシーフード的な旨味がすんごい濃いです。牛乳さんの牛乳だから話し合えるのかな。この感じはなんかあのシーフードのエキスがすごい効いたシチューご飯食べてるみたいな感じのチーズを卵を乗せみたいな。僕シチューご飯カレーライスより好きです。シチューライスか。でも家によってはシチューご飯を何それっていう方もいらっしゃるんですよね。家っていうのは人によってはパンじゃねえみたいな。ぜひ皆さんもちょっとコメント欄にお願いします。僕100ゼロに近い感じで別にパンも好きなんですけど、シチュー、ご飯なんですよね。ちなみにカレーはね、カレーライス以上にカレーうどんが好きです。うまい。これチーズ乗っかってる分、洋風な感じになりそうになるんだけど、やっぱ中華で収まってるんですよね。乗っかないよ、不思議な感じ。ああやばいやばいやばい。見てこの卵のこのとろりんじょの部分わかります。うわ卵が黄金色。うというわけで一旦お座りしよう。はい、というわけで恒例のチケットを交換したいと思います。はい、というわけで来たんですけども、正直これはもうお話済みの感じでございます。まずこちら行こう。関コーヒー、個人的に僕が一番好きなっていうか、まあ他から飲んだことないんですけど、関オレ、これがきっかけで僕はこの関牛乳さんとやり取りさせていただける感じになったんですよ。なんといっても関牛乳、これらをいただきたいと思います。これちなみに一つ900があるんですよ、確か。なので、まあそういう感じですね。よいしょ。いいか、このままで。皆さん、これ見覚えございますか？関市の皆様。こちらでございますよ。多分、味的に、多分、こう濃くなっていくと思うんで、こっちの味分かるうちにこっちからいきますね。じゃあ、まず、関牛乳からいきます。これが、低温殺菌ですよ。低温殺菌のやつ。30分かかってますから。あれだ、なんかね、今日食べてきたじゃないですか、パクシーさんでラーメン2杯で、で次ブーブーさん食べて、で今じゃないですか、これ全部の食べたものがあの北斗七星みたいにポポポポポってピューンって一つに繋がった。これか。いや、これ今思うと全部この味してるわ。ちょっとゴム取りたくなったら取る。いや、これか、うまいね。なんて言うんだろうな、やっぱコクですね。うん、いや、関市の皆様、本当に幸せ者ですね。
続きましては関俺、僕と関銀雄さんを出会うきっかけにしてくれた全国発売できないのは分かってるけどしてほしい。製造工程がねすごい手間がかかるから数が稼げられるんです絶対数が。だから厳しいんだけれどもっていう内情は分かってるんだけどもしてほしい。なんか俺ものすごい贅沢なことしてる。こんだけうまい関オレを多分2期ぐらい飲んだ。でも今日だけはいい。そして最後関コーヒーさん、コーヒーさん、あれあれ、あ、俺こっちのが好きだあれこっちのがうめえ。これだな、これゴールだ、これゴールだ、これ俺多分これ一番好きだ。超うめえうまい結構来てるけどはい、というわけでいかがでしたでしょうか。3店舗にわたりお送りさせていただきました関ひろみラーメンを巡る旅、大食いの旅、いかがでしたでしょうか。感想としましては、どのお店さんもいろいろな特色があって美味しかったなっていう、それぞれ個性があって、牛乳とラーメン、牛乳と中華っていうのもいろんな楽しみ方があるんだなって思いましたし、何より本当にこの関牛乳さんの関牛乳が美味しいんだなっていう、やっぱり手間暇かけて作られてるだけあるなっていうのをすごい感じました。僕自身その低温殺菌、高温殺菌、超高温殺菌とかっていう知識って全くなかった人間なんですけど、関牛乳さんに教えてねいただいて、そういう世界があるんだなっていうのを知ったし、もうちょっと掘り下げてみてもいいのかなと思う、そんな感じだったので、もし次回があればより濃い牛乳の世界を皆様と共有できればなと思います。本日はどうもありがとうございました。うん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。こちらこそ本当にもういやもう関銀さんがあり、それぞれの飲食店さんがあり、この感動があるんだなと思いました。ありがとうございました。関さんの情報も概要欄にいきます。もろもろは見てください。バイバーイ。いやーうまいね。That's don't really care what you think, what you think, what you think.